これでよしと。みんな一生懸命だからユニフォームがすぐ穴だらけになっちゃう。でも私はこんなことしか手伝えないもんね。今日もスコアボードを間違ってつけちゃったし、ダメだな私。いっつもドジばっかりで、勉強も運動もあんまり得意じゃないし、スタイルだって。ああ、八重さんみたいにもっとかっこいい女の子に生まれたかった。なんて、ちょっと神様を恨んじゃう。私にできるのは、頑張ってる人を応援することぐらい。それでみんなが元気になってくれれば嬉しいけど、本当はそれって、
自分にできないことができる人への憧れなのかも。頑張ってる人に自分の姿を重ねて、あの人のことも憧れなのかな。同じ1年生なのにレギュラーだし、他の誰よりも頑張ってるように見える。あの人を見てるとなんだか自分ももっと頑張らなきゃと思うようになる。応援してるつもりなのに、なんかすごく自分が応援されてるように感じちゃうんだ。なんでだろう。甲子園行けるかな。行けるよね、絶対。頑張ってるもん。みんなも、あの人も。
まだかな。ちょっと早く来すぎちゃったかな。でももういいんだよね。帰りの電車気にしなくったって。懐かしいなこの場所。二人で見た花火、あの時は涙で滲んであんまりよく見えなかったけど、天候のことが言い出せなくて、あなたに会うのももうこれで最後だって思ってたんだもん。このまま時間が止まってほしいって心から思ってた。この場所でずっと花火を見ていたいって。時間はかかったけど信じていてよかった。ううん、あの人だから信じていられたんだよね。電話から聞こえてくるあの人の声、本当に私のことを心配してくれてるんだって思ったら心が温かくなった。悲しい日もあの人と話してるとすぐに元気になれた。私ずっと励まされてた。すごく嬉しかった。でもそんな私の気持ちが届いてるかどうかすごく不安だったの。遠くにいたら気持ちまで離れていくんじゃないかって。だけどそういう風に考えるのはあの人を信じられない自分の弱さだって分かったから、それからは強くなろうって決めたの。そう、あの人に負けないぐらい。どんなに離れていてもいつも近くにいてくれた人、私をずっと支えてくれた人に。もう待ってるのも寂しくないよ。だってほら、走ってくるあの人を笑顔で迎えられるから。Bye.
私がついてるからね。あなたなら絶対大丈夫。